ベジローゴ野菜ソムリエは一般社団法人日本野菜ソムリエ協会が認定する民間資格である。野菜や果物の目利き、栄養、素材に合った料理法などの専門の知識を持っていることを認定する。上位資格である野菜ソムリエプロと野菜ソムリエ上級プロは専門知識に加えて青果物の生産や流通分野にも精通し国際社会における 日本の農業の現状と課題を考察する知見を有する。2017年時点で日本全国に59,473万人が資格を有している。2001年10月にスタートした。2010年3月以前はベジタブルフルーツマイスターという名称であった。資格認定は2001年8月にスタート。2006年には取得者1万人を突破し、 以降取得者の増加ペースは増えている。2017年2月末時点での野菜ソムリエ、認定者数は53,193人で、うち野菜ソムリエプロが2,801人、野菜ソムリエ上級プロが143人となっている。日本野菜ソムリエ協会が開催する野菜ソムリエコースを受講した後、終了試験と二次試験に合格すると、資格認定される。 一般社団法人日本野菜ソムリエ協会は、日常的に食を楽しめる社会の創造、農業を次世代に継承するを理念に掲げ、野菜ソムリエが生産者と消費者の架け橋として、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストを輩出することを目的としている。野菜や果物の基礎知識と伝え方のノウハウを身につけ、生活力の向上や職場でのスキルアップを目指す。 合格率は約85%。野菜、果物の専門的な知識を身につけ、青果物のスペシャリストとして社会に価値を伝えることができる人材を認定する。検定試験では、講座で使用されたテキストの範囲外からも出題される。筆記試験と面接試験が実施される。合格率は3割ほど。更新には1年ごとに更新手数料を、 日本野菜ソムリエ協会に収める必要がある。野菜、果物の専門的な知識を活かして、社会課題を解決する事業を構築し、社会に貢献し、活躍する人材。一次試験では事業計画書を提出し、二次試験では一次試験で提出した事業計画書をもとに面接試験を実施する。更新には2年ごとに以下の要件を満たす必要がある。 民間資格であるが、資格取得にかかる経費を助成する自治体もあり、これまで、徳島県阿波市、愛媛県西条市、青森県東和田市、群馬県伊勢崎市、愛知県大府市、福岡県大川市、大分県日田市などで助成が行われた実績がある。二0 1年三月末に、資格名称が改定されるまでは、ジュニアベジタブルフルーツマイスター、ベジタブル フルーツマイスター、シニアベジタブルフルーツマイスターが正式名称であった。ワインのソムリエになぞらえ、通称として野菜ソムリエ、野菜のソムリエとも呼ばれていた。2010年4月1日より、協会及び、資格名称が変更された。協会名称は、日本野菜ソムリエ協会とされ、資格名称は、ジュニア野菜ソムリエ、野菜ソムリエ、シニア野菜ソムリエとなった。 メディアなどでの露出により、従来のベジタブルフルーツマイスターより、一般的に野菜ソムリエが定着したためより親しみやすい名称として、野菜ソムリエを全面に押し出すこととなった。2017年1月より、野菜ソムリエの社会貢献、活躍のフィールド拡大を目指して、再度名称変更を実施。資格者全体の90%を占める。 ジュニア野菜ソムリエは十分に野菜、果物の魅力を伝導できることから野菜ソムリエへと変更。より専門的な知識を身につけた青果物のスペシャリストである旧野菜ソムリエ並びに旧シニア野菜ソムリエはこの分野のプロフェッショナルであることを明確にするためプロを監視野菜ソムリエプロ、野菜ソムリエ上級プロと名称変更した。芸能人にも 資格取得者が急増している。2002年に、ベジタブルフルーツマイスタージュニアマイスターを、長谷川理恵が取得したことが草分けとなり、同じく資格を取得し2008年に、教会理事に就任したー理恵と共に本資格を世間へ認知させる一助となった。2010年には、山口萌が芸能人としては、初の野菜ソムリエに合格している。また、 田村厚も2009年に資格を取得しているが2015年には辞めた旨をツイッターで報告している。日韓大衆では芸能人に資格取得者が多い理由を講座の受講と修了試験とで取得可能であり、初級コースの合格率は8割と高めなことと合わせてイメージアップに手軽な芸能人的には美味しい資格なのではないかと推測している。ありがとうございます。